色ヶ浜前の色の浜に着きました。駿河から歩いて3時間半ぐらいかかりました。しかも場所がここに着いたのは船でだと言われています。ここに、場所が読んだ俳句は日本 の、 芸術を代表するわびさびの2つの俳句があります。寂しさや島に勝ちたまる浜の脇、波の間や湖外に混じる萩の塵。